サッカーをこよなく愛する皆さん、こんにちは。ダブルフォータイトルホルダーズか。ビジャレアル対 AC ミラン。天候は晴れ。インフィニティステディア。実況、金武彦がお送りします。死闘の幕開けを告げる笛が間もなく鳴り響きます。ダブルフォータイトルホルダーズカップ、今スタートしました。左にエンドを取ります。黄色のユニフォームビジャレアル、フォーメーションは 4-4-2。 一方右にエンドを取るのは黒とエンジのユニフォーム、イタリアのティラノサウルス。 AC ミラン監督はロッソネーリ。ガルネット監督、シュート、ゴール。前半9分0-1、先制点はこの男。素晴らしいゴールです。前半12分、キックオフです。アルバロ、ソリアノ、セド、パテニ、ザ・インザ、一方抑えて、ハウベ・コースター、トラップ、シェフチェンコ、ドリブル、行く、左サイドからシュートです。レッテ、ゴールです。前半23分、フィリッポ・インザーギ、2点目、トップヘッドの活躍です。ビューティフルボール。前半26分、キックオフです。トリグロス、ワンキック、アルバロ、アルバロ、ハウベ・コースター、ハウベ・コースター、パス、トラップ、トリグロス、トリグロス、そしてソリアノ、周りを見て、サブに送った、シェーバー、シェフチェンコ、右、ゴール。前半44分、ウクライナのヤ・アンドリ・シェフチェンコ、確実に決めてきます。見事に1点を奪い取りました。前半44分、キックオフです。ここで笛の音、0-3、前半45分が終了です。今後半スタートです。パスを送ります。止めて突破していく、回していく、シュート、ヘッテ、ゴールです。後半6分、0-4、スタジアムが熱狂の渦に巻き込まれます。エヌスーナ、流れを確認することができるんでしょうか。後半8分、キックオフです。アルバロ、フォルナウス、これは取られてしまった。デサイ、ボールを運びます。デサイ、ボールを運びます。攻め込んでいく、周りを見て落ちます、放り込む、シュート、決まった、ゴールです。0-5、スーパースーパースーパーピッポー、フィリッポ・インザーギ、この試合3ゴール目、勝利に貢献します。うまく決めました、マヌエル・ウィコスター。残り時間でどんなプレーを見せてくれるのか。後半25分、キックオフです。パスを送ります。素晴らしいカバーリング、アタック、ウコースター、パテに送る、さあアルバロ、アルバロ、トラック、周りを見てから、右足でシュート、レッテ、決まった。0-6、ピッチの魔術師、マヌエル・ウコースター、ゴールが決まりました。ものの見事に決めてました。ロナウ、この男からゴールの匂いがします。後半41分、キックオフです。パスを送ります、ボールを受けて、ロドリゴ、
試合終了のホイッスル。0対6、大爆発のフィリポインザービー、チームに勝利をもたらしました。